お疲れ様です。今回はベトナム領で起こった本当にあった怖い話ですね。まあ、ちなみにまあ、これ、まあ、トスラさんが見るの多いと思うんであれですけど、ベトナムはもう俺もう距離業者とかもみんな知り合いにみんな言ってるけど、毎回もう絶対もうよう働くし真面目だし可愛いしね。でも日本人の倍働くで、だからいいやつとは比べたから、だっていいやつと比べてもいい勝負するぐらい本当にこいつ優秀だなって、日本のいいクラスの子たちが来てるから多分ね、分かんないけど、もう本当真面目だよ。もう3年もやってたら、だって YouTube で競争毎回勝つじゃん、ベトナム人。シーリングも塗装もぐらい動くしね、いや動く、若いし、なかなか日本で求人やっててそんだけの職人来んよ。まあなんとかね、飯食わしてなんだやってってなんとか使うぐらいでしょ。飯食わしても明日がでご機嫌取りながら怒りながらちょっとずつ育てて、あんまりね一気にやると壊れちゃうんでね、今の若い子って。でちょっとずつ成長させるじゃないですか。まあまあいいや、それ今日のあった話だね。怖いからね、覚悟しといてよ。まあ日本人とベトナム人すごい仲いいんですよ。でさ、まあ日本人もちょっといかんところは俺もよく言うんだけど、お前偉そうにすんなよって。まあ年も下だしベトナムの方が、でやっぱ仲良くなるし、まあ真面目に動くから、やっぱ日本人が管理するみたいな、車の免許ないからね、日本人がやっぱ乗していく上やっぱちょっと管理しとるみたいな組織上になっちゃうんだけど、ベトナム人今15人ぐらいおるんかな。で要はさ、しょっちゅうベトナムの寮っていうのがあるの、2軒ぐらいあるんですよ家が。でもう1軒買ってる、そんだけ人がおるからね、もう変な家賃払うのもったいないし、まあ、安いとこだよ。で、まあ、そこに要は日本人が集まって、会社から近いからみんなで集まって飲んだりしてんの。でさ、やっぱお酒飲むといろいろ問題起こるじゃんね。えちょっともう想像できとるかもしれんけど、こんな話でさ、まあその時はもうとび職とか、だってミッチーおったかどうか分からんけど、マッチョとかイケメンもおったな、で塗装の職人も結構おったな、みんなおったな、でもう10対10みたいな感じで、まあ飲んで、まあ俺もそこおらんよ、おらんもんでちょっと半分大げさになってますけど、飲んどったらだんだんお互い集まってきてさ、普段ベトナム人本当に真面目だで、これを参考に雇うのをやめるっていうのはやめてね、すごいいい子たちばっかだから真面目、文句一つは片付けしとけよって、まあ休みだで雨だでね、事務所の片付けでもしとけって言って、やるのはもうベトナム人だけ、日本人ははーいって言って給料もらえるねって言って、ほんでもうタバコばっか吸ってる、事務所だとか倉庫だったら休憩でスペースもあるもんね、まあ、そういうところでタバコばっか吸ってるわまあ究極ね。で、まあ、そんな中でまあ、お酒飲んでお互い集まってベトナム人もやっぱ集まったわけよ。で、あベトナム人はその他の僕の知り合いの会社さんがベトナム人同じとこで入れてるから、まあ、友達がいっぱいあるから他のベトナム人もおったんかな。でね、まあオチになっちゃうんだけど、まあ、大乱闘起きたんだわ、そこの中でだよ、戸建てだよ、すごいでしょこれで終わっちゃうけど、俺話ちょっと下手くそだな、俺話が芸能人みたいにちょっとね、お笑いの人みたいに面白く話せんけど、まあ、大乱闘起きちゃって、で飛び職だと思ったんや、誰だったかちょっと忘れたけど、手の剣かなんか切ったんだわ、剣ってガラスかなんか割ってね、バキーンって。ほんでもうその時もそうだけど、結構ベトナム人の方が買っとったな、ベトナム人怪我一つしながら、ちょっとこう擦り傷ぐらいはあったよ、もう本当に10対10みたいな、もう大乱闘止めとるとかもあると思うんだけど、ギャーなっちゃったと思う、俺いないでね、あれだけど。ほらもう次の日見たらさ、まあ結構 YouTube も出てる、もううちの幹部クラスだぞ、まあもう顔こんなんや、どうしたのそれって言ったら、いや実はみたいな怖いっしょ本当にある話だからねこれちょっとオチが下手くそだもんね、ちょっとあれですけど。でまあ俺は何も怒ってない、だってベトナム人が悪いわけでもないし日本人が悪いわけでもないから、俺はもうそれを怒らんかった。まあそれをお客様が見るとそこをちゃんと教育しなあかんじゃないって言うけど、まあ職人だしね、暑い中働いてるやつだし、まあそういうやつの集まりをいかにね、そういう強制するっていうか軍隊みたいにね、気をつけ休め気をつけ休めって教育していくわけじゃん。だからまあ仕事終わって、まあその隣近所に迷惑かけたことはいかんよ、もう隣からも苦情入っとったもん本当に、
もうどうなっとんなお前って思って出てけーっつって、でもう謝罪行ったわ俺本当に、まあ、仲良くしまっとるもんで、まあ、許してもらえたけど、うん、それはなるわね、うん、まあそんな話ですよ。だからまあベトナム人やという人の参考にはなんないと思うんですけど、まあ、こんなまれ、うちももう何年多分 6,7 年使ってると思うんですけど、まあそんでそんな事件1回ですよ、うん、だからまあ そこは参考にしにいいですけど、まあ面白い話をしてね、じゃあ本当に面白いじゃん、でもね大怪我してさ、うん、だからそんな話です。また見てねー。